じゃあ約束通り30になりましたので説明をさせてもらいますので、途中の人すいません、ここでちょっと読めてもらってですね、でもう一回日程を確認したいと思います。ですね、11月9日、あそこ県の市を見てくださいね。あんたたちの入試まであと4回あります。4回チャンスがありますので、はっきり言います。福島よりはこっちの方が福岡県の入試に近いき、福島を受けた人多分いると思うけど、福島って格好抜きが多くてですね、こんなとことか格好抜きになってる。全然記述しかやってない。でも本場の入試は取れない。本番入試は全部もう、これ本番の入試そっくり、とにかく作ってもらってるんで、で、これで練習すると、福岡県の公立高校の入試が楽になる。先輩が、まあ、特に今ね、近畿のスーパー独身で、多分東大行くやろうって言われてる、偏差値80。全国の偏差値なんです。その人が、入試の感想の時に、県の人と同じ感覚で受けられましたって言った時、それが目標なの。県模試と同じような感覚で本番入試が、これ、普通と同じやみたいな感じで平常心でこう解いてもらうと入りやすいということがありますね。で、一応ですね、予定としては、11年と12年を2回ずつ練習します。9日の試験まで4回授業があります。この授業が4回あるんで、その間に、たっぷり練習をこう繰り返ししちゃって、で、9日ですね、本番を迎えてほしいなと思いますので、この講座を受けてる人は基本、県模試を受けてもらいますので、あとは希望者ね、こう受けてない人で希望者も受けてもらえるんですけど、けど練習してなかったらなかなか取れないです。で、特にこの前の県模試で、みんな分かったと思うけど、うちもずっと発表してきたよね。福岡県の平均を超えてた一番点数の高い科目は何だったでしょう。2番目、社会2番。数学、信じられないと思って。数学が県の平均より6.2ぐらい高かった。県の平均で。これはもう、俺の教えよってびっくりした。マジや。で、次は、ちょっと社会なんで。社会が、5.2ぐらいだったかな。で、あと、国語ですね。国語が 4.7。この辺までうちの塾相当すごいなっちゃう。4.7を忘れた。4.5。ね。理科。ここら辺が怪しくなる。0.7 ぐらい。なんかほとんど県の平均。ちょっと担当としてはね、複雑な神経で。もっと複雑な真空にさせてくれたのが英語でさ。-4.5。これだけ足引っ張ったわけよ、ものすごい。この前ね、試験を受けた人たちの中でね。めっちゃ足引っ張っちゃったんで、だけん、これさえ上がれば、あんたたち絶対合格するよねってラインだったんで、焼き英語に力入れましょう。いうことなんですね。ほんと、英語が上がったら相当良かったと思います。それで、ですね、これは暗記プリントなんですね。こっちからこっちを作ったんですけど、今年は逆にこっちからこっちをこう見ていってもいいかなというふうになってます。で、まずこちらの方から先に、ちょっと赤ペンとかいろいろマーカーで塗っていってもらっていいですか？これをちょっと出してください。ですね。で、今年はいっぱいやろうと思ってます。今全国のですね、この対話文、これ短い対話文を集めてますので、もう、3年分ぐらい全国の入試問題出たやつ、47都道府県で出たやつを全部やろうと思って、ね。そしたらこう強くなるでしょう。はい、で行きます。Shall I? ね。Shall I clean the living room for you? あなたのために for you。あなたのためにリビングルームを掃除しましょうか？しましょうか？自分から積極的に言うからですね。サイエンス、ありがとう。But you don't have to でした。Don't have to チェックしてください。いや、その必要ないですよと言ったんですね。その必要ないですよ。ね。I'm going to clean it っていうのが飛び続いてきます。本番のこっちの試験ではね。で、I'm going to というのが何なんするつもり。今度はこっちをちょっと見てください。こっちですね。
私を掃除するつもりと言ってます。この一棟はもちろんリビングルームのことですね。そこをリビングルームを掃除するつもりですっていうことは断ったはずなんだよね。この四角の後ろで判断してくださいということです。ですか？ちょっと問題文の方をちょっと見ててください。I'm going to があります、ね。I'm going to は、何段するつもりと大体訳しましょう。何段するつもり。ですね。はい、I'm going to のとこマーカーで見てください。四角の後ろです。一番の四角の後ろ。I'm going to clean it。いや、私が掃除するつもりだからいいよ、ありがとう、しなくていいよという話になりました。ですね。はい、それから3番は、これよく会話で使われる表現なんですよ。I haven't seen you for a long time。ですね。ずっと会っていない。現在完了の継続と言われるやつなんですね。ずっと会わないという状態が続いている。I haven't seen you。そして、for a long time チェックしてください。長い間。for a long time。ですね。長いこと会ってないですよね。ね。How are you? 元気ですか ?Fine, thank you. どうもありがとう。元気ですよ。元気ですね。fine というのは、状態がいいときしか使えませんからね。元気でやっとしていいです。ですね。はい。で、例えば、こっちの方で行きますと、こっちの文章になると、全部書いちゃうんですね。このうちの一部を見てもこっちなんで。で、全部見てもらうと、Good afternoon, this is White. It's me, Kana. こんばんは、ホワイトさん。Kanaですよ。おー、はい、Kana。多分これは電話でしょって話をしましたね。おー、Kanaですね。ずっと会ってなかったね。元気ですね。というわけですが、そこで、I have seen you for a long time. ずっと会ってなかったね。元気と、スムーに繋がってきたというわけですね。It has been 3 years since we met in 京都。京都で会ってから3年になるね。という文章でした。はい。じゃあ、その下の本文の方を見てください。Who is that man? あの人誰？ You mean the man standing by the car?なんとこれ、do you になってないんですけど、クエスチョンマーク。you mean をマーカーに打ってください。you mean ですね。これ普通の疑問文と違うよね。あれやん日常生活でも。なんなんてことあんたが言うのなんなんちことって聞くときがあるよ。ね。そのとき you mean。英語では、you mean。あなたが言ってるのはそういうこと you mean。語尾だけあげます。You mean the man standing by the car? 車の近くに立ってる男の人のこと言ってるのみたいな感じですね。mean は意味するなんですけど、何なんてことっていうわけです。You mean の上に何なんてことって書いてください。ね。という時に使えます。あなたは意味していますかと。日本語としてもガチガチ訳したらおかしいでしょ。ね。どっちですか ?You mean the man standing by the car?No. いや、違うよ。ね。さあ、何が入るかなんですけど。Oh, he's Mr. Tanaka. He's my English teacher. 田中先生ですよ。英語の先生ですよ。言ってます。ですね。それで、で、ここは何が入ったかというと、誰々な男の人と来るはずなんで、もうこれしかなかったですよ。あ、The man talking with Ms. Smith。スミスさんと話をしている男の人だよ、と。ね。車のところに立ってる人じゃなくて、スミスさんと話をしている男の人だよ。これはね、最近習った分子の働きですよね。なんなんしているなら、話をしている男の人。いいですね。で、英語苦手な人のために、トークウィズチェックしてください。トークウィズ。誰々と話をするというとき、スピークトゥーという表現もあるけど、ほとんどこっちです。誰々と話すというときは、トークウィズを使いますので、ウィズちゃんとチェックしてくださいね。話す人もスピークをもっと出てくる人が多いんだけど、人と話をするというときは、トークウィズが一般的です。ですね。だから、the man talking with Ms. Smith。スミス先生と話をしている男の子ということになる。男の人やね。the man ね。はい、じゃあ、
続けて、その次、ラストの4番目ですね。Man, do you know the weather in the afternoon?、午後の天気知ってるお母さん。It'll be sunny. はい、そこ、it'll be のところの it'll を it will というふうに上に書いてください。it というのは、it will の短縮形でしたね。ですね。はい、午後のことですから、今、朝かなんかの状況でしょう。午後のことですから、未来のことは will be になります。will be。You will be sunny. 天気だそうだよ。天気になるらしいよ。But it rain in the evening. でも夜は雨らしい。But why? でもなぜ ?I'm going to Kaya's house by bike. 自転車で Kaya の家に行くつもりなんだけど、というわけで。はい、この I'm going to のところをマーカーで塗ってください。これ、後ろに動詞の原型ありますかありませんか、あ、ごめんなさい。本文の方から。本文の方の、I am going to Kaya's house. 後ろに動詞の原型ありますかありませんかあります、ないよね。ないときは何やった、もし後ろに動詞の原型あったら、何々するつもりとか、何々する予定でいいわけよ。ね。未来を表すときは、be going to か will じゃなかった。けど、これ後ろが動詞の原型がないときは何て言いましたか、現在進行形で近い未来を表す。ね。そこまで、もう高校の勉強のつもりで、そこまでバシッとやったらかっこいいですよ。もう何も考えない人は be going to しか考えないね。未来を表す be going to ではないんです。形は be going としてますけど、未来を表す be going to が後ろに動詞の原型来ますから、動詞の原型がないときは、現在進行形で近い未来を表す。ね。はい。いいですか?ということです。だから、ここちょっと訳ね、訳クレームつけたい。行くつもりですにしましょう。行くところですを書き換えてください。行くつもりです。意味は一緒なんですよ。未来で訳をしてください。行くところですとこれ現在進行形なんで、この訳、こう、訳消しましょう。行くつもりですに変えてください。訳の方。そっちの訳の方です。行くところですをつもりですに変えてください。ところを消してください。ですね。はい。そしたら、まあ、夜は雨が降ると聞いたのでですね。お母さんは何と言ったかということなんですけど、ね。じゃあ、雨が降る前に帰ってきてねえか、傘を持って行ってねえか、どっちかでしょう。そしたら、he got come home before it begins to rain. ですね。begin to は何なんし始める。start to と同じですが、begin to 何なんし始める。雨が降り始める前に帰っておいでということなんですね。で、いいですか。本番の入試も、こんな簡単な対話文が出ます。4台出ます、本番の入試。ですか?読んだけど。もう全部2点入ってんです。ですね。もう一回、言いますけど、これ全部2点入ってんですから、こう、表、全部2点入ってんです。ですね。で、ここで8点ありますから、なんとかこの8点を取ってほしいなと思います。いいです?もうね、学校の先生以上に受験のプロになってもらわないと。もう先生配点とか一輪じゃないかもしれない。ね、あなたたちが最近先生よりももっと詳しく、2点入ってるです。はい、じゃあもう一回、今度は長い対話文なんですよ。だから、実は、1枚目がリスニング。ね、英語の入試1枚目リスニング15点満点。ですね。で、2枚目は対話文。対話文も短いのと長いのと2種類。これが今の福岡県の入試になってます。そうですか。はい、じゃあ3番バンバン、読んでいくんで、いろいろメモっていったり、赤ペンちょっと用意してもらっていいですか?ちょっと高校の授業と思ってください。高校の授業でね、あと必要なところメモっていってください。いきますよ。次の英文は、ブラウン先生が、たかしとかおりと会話をしています。これを読んで、後の方に答えなさい。で、Look at this picture.この絵を見てください。ね、この写真を見てください。
There are two American people and they are greeting each other ですね。これ2回目になると思うんで、いいですか。greet という単語を練習してください。greet。そこに、横に変えてもらっていいです。挨拶するといいです。どうせ覚えないかんです。この中で半分ぐらいは大学行きたいと言い出すでしょう。専門学校とか行く人いるでしょうから、もう高校の勉強をしましょう。greet は挨拶をするんです。ですね。現在進行形です。ですか？何回か書いて、スペル書いて覚えてくださいよ。greet。greet ですね。挨拶する。もうそういう風に、知らぬ単語が出てきたら、他の人は練習してなくても、北斗の生徒はもう人知れず練習する。とにかく。ですね。greet。もう次へ繋げる。挨拶をする。ね、彼らは挨拶をしています。each other お互いに。ですね。each other お互いにです。知らなかった人はチェックしましょう。each other お互いに。each other。知らなかったら覚えていけばいいだけ。ね。はい、現在進行形。they are shaking hands. shake hands で握手をするでした。shake hands 握手をする。they are shaking hands. ね。how about this picture?じゃあ、この写真はどう？ね。で、この前も話をしたけど覚えてますか？ A には何が入るって言いましたか？その後ろを見たらヒントになるって言いました。何でしたか？後ろは？現在進行形で答えてますよね。現在進行形で聞かれたら現在進行形で答えない感じですよね。ということは、はい、じゃあすみません。ちょっとノートを出してもらっていいですか？もう私たちが一番よく使う日常会話の一つ、何しようですね。ですか？ノート、ノート。ノート。ですか？はい。あなたは何をしていますか？ノート書いてください。あなたは何をしていますか？さあ、書きましょう。あなたは何をしていますか？はい。これ書けんと中1ですよっていう話をしたと思いますが、What are you doing?What are you doing? これ基本中の基本。はい、書けた人。What are you doing? 素晴らしいね。じゃあこれ彼女に書いてください、どうぞ。彼女に書いてください。彼女は何をしていますか？ごめんね、もうこれ2回目、3回目の説明なんだけど、もう本当に対話文とか取ってほしいんで。絶対に合格させます。What is she doing?What is she doing? はい、R が is に変わるだけです。B 同士はね。はい、できた人。What is she doing? はい、ありがとうございます。で、進行形で聞かれたから進行形で答えているということで、そこの答えの文の、3行目をマーカーで見てもらっていいですか？答えの文の3行目。They are bowing. またこの R と ING。まあ、そこも塗ってもいいか。これ進行形なんですね。進行形。ここも塗ってもいいことにしましょう。どっちでもいいです。B 動詞プラス ING。これは、お辞儀をするです。これも覚えておきましょうね。お辞儀をする。一応ですね、大学に必要な単語、最低で3000字です。で、ある程度一流大学になると5000ぐらい入試で必要ですと言われてます。ですね。ちなみに、中学校でどのくらい習ってるかっていうと、中学校で約1200出てくるんですけど、その中のまあ800ぐらいは教科書の中でしっかり出てくるというふうに言われてる。
でもここにさ、伊豆とかあとかあんが入っちゃう。レベルが違う。レベルが違う、全然。これ、ですね。で、超一流大学。例えば、東大とか。8000点です。ね。もうだから今から覚えていきよう、関東。グリートって何でしたか、グリート。はい。挨拶をする。バールというのは、まあ、ボー、ボーって普通やってる。一回しますけど、何か、お辞儀をする。ね。彼らはお辞儀をしています。まあ、アメリカがね、王を後発音して、イギリスは王は王のままで、ボーイン、バウイン、言ったりします。ですね。はい。いいですか？学園さ、いきなし現在進行形で答え条件、現在進行形で聞いたはずやってことだったんです。だから、統一のこの枠のところを見てください。統一の枠。です。とにかく、今、あんたたちが点取れる話をしようんで、この中で現在進行形、この練習したやつに近いのってどれですか？探してください。枠ですよ。統一の枠の中ですよ。ですか？これ今習ったんですよ。現在進行形で聞かれたら現在進行形で答える。はい、答えはどれ？どれ？一律三振はどれ？二番。はい、二番マーカーで言ってください。What are the two people doing? ね。こういうふうに現在進行形、二人の人は二人の人は何をしていますかと、現在進行形で聞いてきたんです。What are the two people doing? ね、と聞いてきました。で、彼らはお辞儀をしてますと言ったんです。お互いに、each other はお互いにお辞儀をしてます。だから A には2番が入る。わかりました？まずポイントは、現在進行形で聞かれたら、現在進行形で答えましょうということです。ですね。で、しかも B は何か入らんと、いきなしイエスとこう来てますよね。あ、ちょっと待った。ちょっと待った。ああ、そうです。ごめんなさい。答えたっちゃう。お辞儀をしてますって答えたけど、あ、そうですよって。これは入らんでいいです。そうやね。彼ら二人の人は何をしてますか？お辞儀をしてますよ。あ、そうですよ、そうですよ。で、イエスでいいです。ね。だから B は入りません。B 罰してください。B は罰してください。です。はい、本文に戻りましょう。Japanese people usually bow when they greet someone. Someone は誰かです。はい、someone 誰かと書いてます。で、someone の下に somebody と書いてます。同じです。同じ意味です。body と書いて somebody。someone と somebody と同じです。ですね。Everybody とか聞いたことないですか？皆さんアンドリュー。Everybody ですね。はい、コンサートとかでよく言いますけど、みんなっていうときに。ね、someone は somebody としてですかね。誰かと、挨拶をするとき、日本人は普通、usually 普通、bow、お辞儀をします。Now?Can you find the common thing in these pictures? はい、common 行きましょう。common どうぞ。common チェックしてください。C-O-M-M-O-N。common。common は共通の。はい、練習してください。common 共通の。もう高校の勉強。中学校やったらちゃんとこれね。多分ここにこういうふうに変えちゃう。当然、高校生はこれ書いてない。当たり前。書いてない。ね。はい。共通は何ですかって言ってます。ね。OK ですか？ A common thing. 共通のことですって。ね。一つは、あれやったでしょ？お互いに挨拶してる。握手してるね。シェイクのやつ握手してる。一つはお辞儀をしてる。じゃあ、その2枚の写真を見て、共通のことないですか？言いました。ですね。Those people are doing different things. ね。共通のことですって。いや、違うんじゃないと言ったはずです。C は。ですね。はい。4番の文章を C のとこに赤ペンで写してください。枠の中の4番、They look different を C のところ近くに。上とか下とか矢印を引っ張って近くに書いてもいいです。ですね。共通のことですって。
それらは違って見えるんですけど、違うように見えるんですけど、they look different。look プラス形容詞で何々のように見えるでしたね。look プラス形容詞、何々のように見える。they look happy。彼らは楽しそうに見える。というふうに訳しました。違うように見えるんだけど、ね。these people are doing different things。それらの人々は、はい、あ、ごめんなさい、those でした。もうこの those も苦手な人チェックチェック。those って何の複数ですか？that です。はい、チェックしましょう。that。で、あれなのって普通訳をしない。それらの。もう that はみんなあれはしか知らん。とレベル低すぎ。それはっていう時もあるんです。that。ですね。ざっとあれはだけじゃ弱いんですよ。それはってやつするときもある。it と同じように。だから、those はざっとの複数へ回練習しましょう。とにかく知らんだけですから。ね。やっと最近少しやる気が出てきだして、でも中1中2のとき、近っぱいやる気がなくて遊んだ人もいるわけです。それは知らんよ。そのときに習ったこととか。ね。だけどそれを今から取り戻そうとしてる人もいるでしょうか。ただ、ざっとの複数は上手ですよ。でしかも、あれらのと訳をせずに、それらのと訳をすると日本語らしいですよ。ですか？それらの人々は違うことをしています。現在進行して。OK。いいよ。Okay、で、まあ、C にはね、今言ったように4番が入りました。ですね。で、さっぱりわからん人。受験のテクニックだけ教えます。ですか？本当は反則なんですけど、受験のテクニックだけ教えます。さっきの A のところに現在進行形で聞かれたから現在進行形で答えたっち発想してくださいって言ってるね。今度はね、もう英語めちゃんこ苦手でもう英語もうアルファベット見ただけでジンマシンができるとかね。はい。買い替えができるとかね。もうスカンとかね。もう家帰って戻しようとかね。はい。下痢始まったとか。めちゃくちゃ。どんだけ英語スカンか。11でもですね、点取らせたいんで、テクニック言います。ですか？ different っていう単語ですね。これ初めて出てきたんですよ。この文章の中で。ですか？はい。この単語があるやつを選んだらいい。OK です？はい。C のところの、4番の they look different の different を枠で囲んでください。そしてよ、そして、本文ね。本文の different things。違ったこと、違うことをしているという different。つまり、これ、国語にも共通なんで、ね、国語にも共通。同じ言葉を探せっていうのが受験生の常識。困ったときは。今までディファレントとかどこも一回も出てきてないし、これから先もディファレントってあんまり出てきてないわけ。さっぱりわからん。けど、なんか後ろでディファレントって使う調子、じゃあディファレントって来たかもしれんね。迷った時はそれを使うと当たる確率は上がる。ね。大きいですよ。だって今前の天文誌、リスニングも勝てて14点ぐらいが多かったですよ。60点満点の大体コンクールで終わった人が多かった。県の平均で24点やった。これが東の方のくらいね。県の平均24。県の平均は低いね。福岡県はあっぱれない。半分も取り切らんの場合60点満点のね。これ100点満点直しましょうか。100点満点で言うと40点ですよ、これ。福岡県全員集めてから100点満点ですけど、みんな平均40点。これ通称。高校生で言うと、欠点。欠点値42点、43点からして。赤、本当に赤で書いてある。それって赤点値って言ったりする。赤で書いてある学校もある。40点から点数。で、そのくらい平均が低い中で、まあ、英語苦手な人は苦労してこのくらいだったんね。でも常識で考えてね、ここで8点あるやん。ここ8点だ、ここ。前は。記号だけ。で、ここも、これ、記号とか番号選ぶので、ここも2点入ってる。で、ここの4台とこの4台で16点あるんですよ。で、この14点の人って、ここが取れるようになると結構点上がります。まずは。ですか？やき、
今は点の取り方を話をしよう。同じような単語を選んでください。ディファレントを選んでください。そしたら正解になりますよ。ということでした。いいです。はい、じゃあその次ですね。OK。I'll show。で、ね。あなたに、他の国で撮られた写真を見せましょうというのをちょっと、ノートに書いてもらっていいですか？日本文。これちょっと英作文しよってください。いいですか？はい、あなたに他の国で撮られた撮影するよこれ撮られたやつはなんか物を撮っていくよこれね。はい、あなたに他の国で撮られた写真を見せましょう。見せましょう。まず、はい、なんでしょう。はい、will よね。そして、show you よね。で、show、人に物をなんね。人に物を。あ、もっと近いって言った。ごめんなさい。もっと見せましょう。だからここにモアが入りました。モアピクチャーズ。ピクツレね。ピクツレ、ピクチャーズ。で、これでさ、ショー、人に物をなんね。今2枚しか写真見せてないけど、もっと写真見せましょう。I will show you more pictures。で、これに過去分詞がつくんやろ。他の国で撮られた。で、写真撮るっていうのは何ですか？テイク。テイク、トゥック？テイクンでした。撮られた。テイクン。ね。で、in other country。あざわがついちゃったですよね。当然、他の国やったともそうですね。in other country。他の国で撮られた。countries。はい、country y を i に変えて yes。ね。I'll show you more pictures. Second in our country. In other country. ね。I'll show you more pictures. Second in other country. もうこれでしょ、今私たち練習しよったの。なんなんされたなんなん。ね。なんなんしているなんなん。これは過去分詞、受動態ではありません。訳は受動態と同じように訳しますけど、受動態は B 動詞プラス過去分詞、B 動詞がありません。ね、はい、何回か練習してください。何回か変えて練習しましょう。 I will show you more pictures taken in other countries。 練習練習、とにかく練習。頭悪くないってね、とにかく練習したらできるっていう。 I'll show you more pictures。
対訓練の関数にずっとね。ですか。はい、ね、ちょっとあれやね、今日は他の科目も当然したいので、皆さんすみませんが、残りのやつをちょっとだけ省略しまして、並べ替えのところに戻りまして、並べ替えのところ、一番最後の行のところ見てください。私はそのことを聞いて嬉しい。はい、これもノートに書きましょう。並べ替え。私はそのことを聞いて嬉しい。まあ、それを聞いて嬉しい。それをにしましょうか。私はそれを聞いて嬉しい。もう決まった言い方、本当に決まった言い方。もうめっちゃ決まってます。めちゃめちゃ決まってます。はい、なんすか。ね、もう本当にもうその通りで。はい。I'm glad。glad ってハッピーと同じような感じで。I am でもいいですよ。I'm glad。glad は嬉しい。ね。I'm glad。で、これがなんなんしてという副詞的用法。to スペースにね。to hear。そして、that をね、さっき言ったやろ。これをあれはとか訳をしよったらなーむだなんて。ここはもうそのことなんだ。だからそれをでいい。だからざっとはあればっかり言ったっちゃ全く先進みませんってことです。もう高校生になるわけやけんが、ね、いろんな知識を増やしていってください。I'm glad to hear that。これはできないからです。これはもう決まった言い方で決まっちゃうんで、I'm glad to hear that。ということです。ですね。はい、ということでした。はい。から、ですね、ブラウン先生の英語の授業。ブラウン先生の英語の授業って書いてください。そうしたら、格好の名前とかですね、ブラウン先生の英語の授業。楽しいと言ってます。Enjoy。ね。はい。水、女先生だったっけ？ミスターよね。ミスター・ブラウンズ。ブラウンってこう茶色っていう単語なんですけど。ミスター・ブラウンズ。English。はい、授業って何ですか？授業は？クラス。これでした。これが授業でしたんで。ですね。はい。クラスはもう本当にみんな教室とかクラスとかね、ほとんど日本語ではそれしか使わないので、A クラス、B クラスと言ったりしますが、これ、英語の授業が楽しいと言ってるわけですね。で、これも点取れるとこなんですよ。問いさんのところ。やっぱこれ、探せばいいんですよ。We enjoy がついてます。これ、実はこの We enjoy があるんですけど、これと同じ表現のとこちょっと探してろ。この enjoy って単語とか、ブラウン先生の英語の授業とか、ちょっとそれがどこにあるか探してもらっていい？ちょっと急いで探してください。どこにありますか？同じような表現。enjoy があって、英語の授業を使えちゃうことです。どこにある？あ、見つけちゃうこと。見つけた？一番最後から2行目のとこ、一番下、右のページの一番最後から2行目のところ、いいですか？はい。We enjoy your English class マーカーで見てください。これはこう下に並べて書いてもらっていい？ちょっとワードをこう並べましょうか。これ文章あるわけね。
ブラウン先生、僕たちはあなたの英語の授業を楽しんでるんですか、イングリッシュだから。何が変わったかというと、ミスター・ブラウンズを UR に変えただけなんですね。ね。で、英語めっちゃ苦手な人ってさ、書けるとこ書いたらもう諦めて半分寝とうもんね。約50分近い授業、40何分の授業で、半分以上もう15分くらいで終わって寝よう。染めない暇があったら探しゃいいわけ。とにかく。これ見てください。あ、もうあそこ、今日ちょっと。はい。ね。そうでしょう、多分ね。俺死んでますよ、多分。俺駅伝とかしたら。もう病院で点滴受けてるかもさ、この年で走り寄ったら。はい。暑いしね。こういう日に限ってね。駅伝はもうちょっと寒い方がいいですけど。We enjoy? わかる?言いたいこと。さっきもそうやった。ディファレントを探してディファレントを選びましょう。現在進行形で書いてある現在進行形で答えてます。ね。やけん、実は英語が問題になったときは、国語も一緒なんです。国語を点上げたい人は、ちょっとだけ自慢させていただきたいですけど、俺、とりあえず、カオ高校行ったんですけど、当時、カオ高校550人います。むじゃむじゃです。一中だったんや。ね。一中、12クラスあったよね。一学年。俺、3年9組やった。12組まで。一クラス53人やった。バカやき。すごかったき。だから、一学年で600人超えちゃうわけです。全校集会とかで話にならん気誰がどころかわからん。ほんと。最近抜け出しやつもおったけどね。バカなやつはね。全校集会とか。もう、わからん。人、どこにおるかわからん。ね。で、そんな中で、国語だけは学年トップを何回も取ったん。で、俺理系だ。理系だけど文系のやつに負けんで、国語だけ何回も取ったん。学年でね、と。それは、実は、こういうテクニックを知っちゃったっけ。文章を読みなさいとか、ね。本を読まんと国語良くない、ならんよって学校の先生にしちゃった。それは、ある意味正しいけどね。これ、言わせてもらっていい?本読むの大嫌い。一回も本読んだもん。図書館から一回も書いておく。でも学年とか。だからもう、関係ないです。本読まんと点上がらん。全く関係ないです。問題になったらこういうテクニックさえ知っておけば点は取れる。取れます。で、それを俺はまずあんたたちに伝えたい。ただ、芯から英語の実力をつけてほしいき、まあこの後の英語の補習とかもするわけだけど、ね。でも、点に関してはこういうことを覚えていってください。ですか?そしたら必ず点が取れるようになります。同じところを探しましょう。もう諦める暇があったら同じのところ探せばいいです。いいですね。大丈夫ですか?はい。バッチリ点取ります。ですね。はい。それからですね、最後に、英語サイドいきます。笑顔が私たちを幸せにしますと、日本文書いてください。これ本当そうよね。本当そうなんですよ。笑顔が私たちを幸せにします。意味ある、笑顔が、一度書かなかったの。漢字が怪しい。笑顔が私たちを幸せにします。そうやったね。明日は私たちをですよ。もう英語苦手な人、明日も弱いもん。We are us ours. We are us ours. 私たちは私たちの私たちを私たちをですよ。ハッピー、幸せにします。
はい、何が入るんでしたか。何々するっちゅう単語は何でしたか。レクスね。なんですけれど、何人称何数ですか。三人称単数。だからここで S を付け切るかどうかがめっちゃポイントなんですね。いい。でです。これもさっきと全く一緒です。これも全く一緒。マーカーネード二つ目持ち寄っていますか。マーカーネード二つ目持ち寄って。S。OK です。はい。同じとこ探してください。これと似たところ探してください。すぐ見つかります。ほんと。もう諦めると早いちゃき。同じとこ探しいよ。あるんだ。必ず見つかるんだ。ずーっと探していったり。ヒントはこいつじゃないですか。この単語とかですね。あるよ。まだ見つけてない。ハッピーってそれ全然たくさん出てきてないよ。ハッピーって単語は。そんなに多くないよ。見つけた？当たりませんから見つけた人。はい。ありがとうございます。一番最後でした。はい。違うマーカーに振ってください。どうぞ。そしてこれ並べて書いてみてください。A smile makes everyone happy. ね、一箇所だけ単語が違うだけなの。見てこれ。ここだけ違うだけなの。あと一緒だよ。あと一緒だ。え、こんなとこ落としよったらもったいなかろうもん。ここまで一緒に書いちゃうと。A smile makes us happy. Smile makes everyone happy. Everyone みんなにね。Everybody としてみんなを幸せにしよう。こんな落としった東とか入るわけがない。ただ探すだけで点が取れること。ですか？ね。今日テクニックを教えましたので、もうめっちゃ英語苦手な人も、表頑張ってね。9日の日の今年の日ですね。頑張って覗いてください。いいですか？はい。じゃあね、あと、理科を行きたいと思いますので、ちょっと理科のプリントを配ります。これ、直しとってね、またまた、裏側とか使えますんで、ファイルに2つ使ってくださいって言ったでしょ？ね。はい。あっち用とあっち用と。副と用途というか、今二つ分けてもらってるはずなんで、このクラスの人たちだけファイルやったはずですから、課題テストやとね、検問しようと思ってください。はい、じゃあ理解いきます。もうあと15分ぐらいしかないんで、ダッシュで行きますからね。横と後ろお願いします。さあ、やっていきましょう。今日表の時間はないので、一緒にやっていきますので、その都度答えを書いていってください。さあ、いきますよ。大体どもの光合成と呼吸による二酸化炭素の増減を調べる実験を行った。ですね。いいですか？下の四角内は、その実験の手順と結果を示したものである。次の確定の答えを答案紙に記入しなさい。
青色の BTB 溶液に、はい、マーカーで塗りましょう。何色ですか、青色。アルカリ。アルカリ素晴らしい。酸基中味、ある青。ね。酸性が黄色、中性が緑、アルカリ性が青。はい、アルカリ性の BTB 溶液に呼気を吹き込んで、緑色に変え、緑色って 何性中性ですね。なんで、呼気っていうのは何性ですか、二酸化炭素が溶けちゃう気、酸性ね。だからアルカリ性に酸性が入ってきて、中性に変えたんですね。で、これを4本の試験管 AB に入れました。試験管 AB には大金玉を入れてからゴム栓をし、試験管 CB はそのままゴム栓をする。ですね。3番。試験管 BB をアルミニウム箔で包む。もうそこイラスト書いてある通りです。図のように全ての試験管に十分光を当てる。結果、試験管 A では BTB 溶液が青色になり、試験管 B では BTB 溶液がさあ何色になるんですか？呼吸をするっていうことは二酸化炭素が増えるよね。ね。だから黄色になります。正解です。黄色になります。また、試験管 C と D は緑のままだった。1番。化繊部のようになった理由。つまり、A が緑から青になったというわけですが、A は光合成をしますかしませんか、するよね。光合成するってことは、二酸化炭素は増えますか減りますか、使われる気減るよね。二酸化炭素を入れたき緑になったでしょ、減ったら元のように戻るよね。ね。はい、それを日本語で書いてください。どうぞ。ですか？A の試験管は、頑張って文章書く練習。これ答え移したら力使うんです。今ヒントを言ったので、ね、光合成するんやろ。A の試験管は青色に戻ったわけです、色が。ただ呼吸っていうのがあるんでちょっとやりにくいんですけど、もし呼吸がなかったらこうなるんですよ。光合成で二酸化炭素を使ったから、だから光合成で二酸化炭素を使って二酸化炭素の量が減ったからでいいんです。ね、だから呼吸を使い使い。だから呼吸で出す二酸化炭素の量より。光合成で使う二酸化炭素の量が多かったからというようなことで比べれば、わかりますか？はい、どうぞ書いてください。呼吸で出す二酸化炭素の量より光合成で使う二酸化炭素の量が多いからですか？呼吸もちゃんと入れてこないから、ね、いい？呼吸やったら二酸化炭素増えるったい？光合成やったら二酸化炭素が減るったいね。で、その、増える二酸化炭素の量より、減る二酸化炭素の量の方が多いから、だけ、色が元の青に戻ったということになります。ですね。ちょっといつもの書き方よりも、呼吸がある分だけ書きにくかったということですね。今、こんな感じです。福岡県の入試はこんな感じになります。いいですか？はい、じゃあ、その次行きましょう。結果の文中の括弧に当たる色はさっき言いましたよね、黄色でした。問3。光合成は歯の細胞の何というところで行われるか。これは鼻くそやね。何で？光合成が行われる場所。葉緑体、正解。葉緑体です。葉緑体。葉っぱの緑の体。葉緑体。ですね。はい、じゃあ文章を読んでいきましょう。ですね。何と何の結果を比較することで二酸化炭素の量の増加が大金玉の働きによることがわかる。はい、大金玉の働きによることがわかるっていうところもわかるってください。それと増加っていうところも、増加っていうところもチェックしましょう。増加。ということはね、
ということは、大体のが入っちゃうのと入ってないっていうのと、それと増加するのは、交互性呼吸どっちですか？呼吸やろ？ちゅうことはアルミニウム箔あるないどっち？ある。あるよね。なるって。あるん。アルミがあって呼吸するん。で、しかも、高体もがあるのとないのと比較するん。ちゅうことはどれとどれですか？ B と D の。B と D。ね。だけによって答えは Q です。はい、Q の試験管 B と試験管 D をマーカーで塗ってください。試験管 B と試験管 D をマーカーで塗りましょう。いいですか？はい、二酸化炭素の量が増加するですね。変えちゃうことから呼吸。呼吸はアルミニウム箔で覆うしかないんですよ。で、しかも、高体も働くかどうかということは、もう有名な対象実験ってやつで、大体どもがあるやつとないやつで比べるということになりますからね。いくですか？はい、ということでした。ですね。はい、また試験管 C と D の結果、はい、C と D の結果を比較することで、BT 美容液の色の変化には、光は影響ないよね。これ大体どもが全くおらんわけよ。ないわけよ。D。光が当たるか当たらんかだけでしょ？ C と D は。C と D は光が当たるか当たらんかだけだから、答えは光が正解になりました。はい、2番は最近習ったばっかりなんで、めちゃ簡単です。いきます。カオルさんは遠藤の種子の形の遺伝の仕方を調べるために、実験を行った下の四角内は、その実験の方法や結果をまとめたものである、次の格闘の答えを答案用紙に記入しなさい。丸い種子を作る純形の遠藤のめしべに、シワのある種子を作る純形の遠藤の花粉をつけると、丸い種子だけが得られた。はい、そこマーカーで言ってください。子供は丸い種子だけだったということですね。はい、子供に現れる形質を何形質で言いましたか？有性ですね。有性形質。子供だけに現れる。ね。はい、というわけです。だから丸が優勢なんですね。次にこの丸い種子を巻いて育て、自家受粉させると、つまり子供同士をこう、で、孫を作ると、丸い種子とシワのある種子がおよそ3対1の数の比で得られた、有名なね、メンデルの実験です。はい、図の1には、下線部1の遠藤の種子の染色体を模式的に表したのである、下線部3の染色体、つまり子供ですね。これ鼻くそでしょ？はい、子供はどうなりますか？これ有名や？この親と、この親から子供ができるわよ。どうなる？どうする？一つが黒で、一つが白。ねえ。これを何分裂って言ったんですか？原数分裂よね。これが一個ずつに分かれて卵とか精子ができてる。ね。まあ、これは植物か。卵細胞と精細胞できて、それを合体するわけがいい。はい、子供はこれで終わりたいです。3の中に入れてください。ですか？はい、次です。種子の形で丸の形質は塩の形質に対して何というか、さっき言いました。何でしたか？優勢。ね。優勢でした。優勢。ちゃんと漢字で書いてください。優勢形質。優勢と言いました。はい。優勢の形質と言ってもいいです。で、次。下線部4のうち、ね。孫よ。孫3対1。のうち、下線部1と同じ遺伝子の組み合わせを持つ種子の数の割合はどれか。下線部1ってどれかというと、丸い種子の純形。はい。これ、いいですか？ちょっとこの黒を A にしますんで、上に AA って書いてもらって、これ BB にしてもらって。ミス？はい。子供は AB の組み合わせでした。子供同士を自家受粉させます。はい。この表を書いてください。この表。あとぶつかったところにアルファベット書いていきましょうか。ここ何ですか？ここは？ここは？
AB。ここは AB。ここは BB だね。そうですね。で、問題を見るとですね、丸い種子の純形っていうのはこいつなんですよ。こいつでしょ？丸い種子の純形。はい、これと同じやつは全体の何分の何ですかという話なんで、はい、答えは、あ、ちょっと待った。これと、ハサミと同じ電子を加えた種子の数の割合は、どれくらいと、4のうちやね。4のうちっていうのは4は丸い種子。つまり丸い種子はこいつ、ここ全体丸です。読んでください。これ問題をどれだけ読み取り聞いたよね。この丸い種子を作るこの3種類のうち、3つのうち、このラージ A、ラージ A の方は全体の何分のいくつですかって話なんでいくらですか？いくつあるこれ。いくつある？ 3 個のうちの1個。ね。平均3分のいくつですか？これ多分できてなかったわ。あの、問題を読み取り切らんと思う、普通。ね。わかりますか？丸い種子のうち、この純形の種子は全体のいくつですかって話なんで、3分の1ですよ、ということです。ですね。で、その次です。はい。その次。化繊部5を巻いて育てたエンドウの花粉。化繊部5ですから、化繊部5。シワのある種子。シワのある種子。ですね。中で、巻いたんかね。カセムさんを巻いて育てたエンドウのめしべに、だからカセムさんは丸い種子。カセム5を巻いて育てたエンドウの花粉をつけて種子を得たとする。この時得られた種子の数はどのようになるかと。レベル高いね。レベル高いですよ。ああ、だってカセム3やろ、丸い種子やろ。丸い種子ってこの2種類あるもんね。2種類。で、化繊部5がこれやろ。だけちょっと作ってみようか。まあ、これが3対1なんよね。AA と BB を組み合わせたら、AB、AB。あ、ちょっと待った。で、今度 AB と組み合わせようか。A, B。 あれ？火星の3やろ？丸い種子やろ？火星の3を巻いて育てた栄養の虫で、火星の3、火星の5、白のある種子。これのことかな？これ、まあ、ごめんね。こっちやったら全部丸になるね。で、こっちやったら、そらそうよね。有性形質があるんでね。で、こっち側は1対1ですから。丸い種子って、まあ2種類あるんでね。そのうちこっちと組み合わせたら全部丸なんやけど、こっちと組み合わせたら、丸が2個とシワが2個なんで、丸とシワが1対1なんで、問題はこっちと組み合わせなさいってことだよね。この丸の種子とこのシワの種子を組み合わせなさいってことでしょう。だから丸とシワは1対1ですよってことになります。問題の出し方がちょっとね、怪しいっちゃ怪しいですけど。はい。でですね、この前もちょっと言ったんですけど、本当はちゃんとやってきちゃってもらっても、解く時間はあげませんので説明するけんか。来週までに、この理科の残りと、ね、数学をやってきてもらっていいですか？数学今から配ります。それはちょっと授業中にも確認します、皆さん。数学やっていただいて。で、丸付けまでしとって、質問は受け付けますので、丸付けまでしとってください。で、一旦休憩を取りますのでね。はい。
通学これだけでも遅れますか。ちょっと一番でちょっと。はい、次の場所は続いていってください。さらに時間ももっとり続いていってください。で、回してくださいと。答えもらってない人いませんか？答えを選手に配ったんだ。あー、なんでもないんだね。今日はいいですね。家での答えあるんじゃないかなと思います。答えない人は他いませんか？答え戻ってないよね。戻っちゃう？持てないよね。まだ残ってないですね。じゃあ、これで来てくださいね。はい、じゃあ、休憩して英語の基礎をやりますので、休憩します。終わります。はい。はい。どうした？どうした？